アナクシマンドロスは古代ギリシアの哲学者、ミレトスに住んでいたようで、タレス、アナクシムネスと共にミレトス学派の代表とされる。自然哲学について考察し、タレスと共に最初の哲学者とされることが多い。万物の根源が無限なるものであることを論じた。彼が残した断片によれば、事物の起源は限りのないものである。物がそこから生まれたものへと、 その死も必然的に帰っていく。なぜなら、事物はその不正の償いとして、時の秩序に従って、互いに正しい変報をするからであると記されている。つまり、有限なものはこれより生じ、元月を持ち、罪によって滅び無限なものに再び帰するとする。この発想の活気性とはタレスが、水という自然界に存在する要素を用いて、 世界の起源を説明しようとしたのに対し、火や水といったあらゆる対象物の根源を抽出するために無限なものを概念化したことである。その他、アナクシマンドロスは地球が空に浮いており、地球の下側にも空が広がっていること、動物や植物は環境の変化に対応して進化することなど、現代人に共有されている世界を理解するために、 必要な基本原理を築き上げたと考えられている。ありがとうございます。